こんにちは。表参道で美容師をしていますえりこです。フリーランス美容師についての質問を答えていきたいと思います。インスタの質問機能でたくさん質問をいただきました。ありがとうございます。早速答えていこうと思います。で、今回はもう割と包み隠さずどんどん答えていこうと思うので、よかったら最後までご覧ください。フリーランスをしようと思ったきっかけが知りたいです。この質問はすごくたくさんいただいていたんですけど、来てくださるお客さんは最初から最後まで一人で全て施術したいなと思っていて、いろいろ考えて、まあ、フリーランスの方が一人のお客さんに対して向き合える時間が多いんじゃないかなって思い始めたのがきっかけで、そこからそのフリーランスについていろいろ調べていくうちに、あ、もしかしたら私はこっちの方が働き方合ってるのかもしれないっていうのが出てきて考えるようになりました。一応2017年ぐらいからインスタにヘアアレンジの動画を投稿し始めて、そこから毎日あの動画を一動画上げるようにしていたんですけど、まあ、それでフォロワーさんが徐々に増えていって、そこから固定のお客さんがすごく増えたので、やれるところまでやってみようっていう気持ちでフリーランスになりました。いつからフリーで働いていますか？前の職場では約3年半ぐらい働いていて、で今フリーランスになって1年っていう感じです。フリーランスとお店にいる美容師さんの違いを知りたいです。フリーランスっていうのはですね、たくさん、なんだろう、フリーランス美容師ってそもそも何ですかとか、フリーランスって自分でお店を立ち上げるんですか、たくさん質問いただいたんですけど、フリーランスってフリーランス美容師っていうのを、なんだろう、一つの職業なんていうんですかねって思っている方がいらっしゃるのかなっていう印象だったんですけど、まあ、フリーランスっていうのはフリーですね。会社に所属していない美容師なので、大元の職業はあの美容師です。よく、なんだろう、フリーランス美容師って何をしているんですかっていう質問とかもいただくんですけど、メインは美容師です。なので普通に美容師ですね。それが会社に所属していなくて個人事業主としてやっている美容師っていう感じですかね、私は。で、フリーランスっていうのはものすごく働き方が多分たくさんあると思うので、一概にもこれがフリーランスの美容師だとは言えないと思うんですけど、私の場合はお店をお借りしてやらせていただいているっていう感じです。なのでお店にいる美容師さんは会社に所属している美容師さんっていう感じですね。毎日お疲れ様です、ありがとうございます。休憩時間は確保できますか？休憩時間っていう休憩時間は取ってはいないんですけど、私の場合は2時間ずつ予約を取っていて、カットしてカラーして、そのカラーの置いている時間が休憩ではないですけど、ご飯を食べたり、まあ、SNS を見たりっていう時間です。あとはその2時間枠で撮っているので、まあ、1時間半で終わったり、1時間40分45分で終わった時の残りの20分間は休憩ですね。掃除したりとか、まあ、消毒したりとかいろいろあるので、がっつり休憩っていう感じではないんですけど、もうお仕事モードになっているので全然休憩がなくても余裕というか、もともと、なんだろう、休憩がなかったので、前働いている時も、なんだろう、仕事モードになっていると休憩ってあんまりいらないかなって思っちゃうんですけど、まあそんな感じです。ネイルはしてもいいんですか？大丈夫です。今はくすみピンクベージュのネイルしてます。伸びてきちゃったのでそろそろ付け替えに行くんですけど、爪がすぐカラー剤で色がついてしまったりするんで、まあ、そういう意味で爪を保護したりっていうのもあると思うんですけど、やっぱり一番はどこからどこまで全部可愛くしたいなっていう気持ちがあるので、ネイルはずっとしてます。月にどれくらいのペースで美容師していますか？
私はだいたい週5ぐらいでサロンで働いてます。こうやって SNS のお仕事とかもしているんですけど、メインは美容師なので、私の中で絶対に美容師っていう基盤というかあれを崩したくなくて、 SNS のお仕事とか外部のお仕事が増えても、まあ、だいたい週5、週4ぐらいのベースは崩したくないなと思っているので、休みの日に外部のお仕事を入れたりしています。他のお仕事は何していますか？インスタ、YouTube が SNS のお仕事っていうか、まあ、やっていること。あとは母校の専門学校のオープンキャンパスの講師とか、まあ、授業の講師とか撮影ですね。最近は監修とかもさせていただいて、まあ、あとはヘアメイクのお仕事だったり、最近はですねお洋服のプロデュースと販売もしています。まあ、自分でお洋服デザインして販売している感じですね。もっともっとお仕事の幅広げていけたらなと思ってます。一人で全部やるのは大変じゃないですか？私は全然大変って思っていなくて、もともと前のお店でも私の働いてたお店アシスタントがいなかったので、全て自分でやっていたんですね。みんなで、なんだろう、先輩のヘルプをしつつ自分のお客さんは自分でやるっていう感じだったんですけど、もともと全て一人でやっていたのもあるので、一人で全部やるの今まで通りというか、あんまり大変って思ったことはないですかね。サロンでは今まで通りって感じなのであんまりないんですけど、編集だったりスケジュール管理だったり、最近やっとちょっと慣れてきて、基本私なんだろう、性格上やれるとこまでやりたいっていう性格なので、もっともっと自分ができる限界というか幅というか、もっと広げたいなと思ってます。月に入るお給料気になります。お給料はですね、やっぱりフリーランスなので保証がないんですよ。会社に所属していれば月にいくらっていうベースがあると思うんですけど、フリーランスなのでもう全て自分がやったものが入ってくるって感じなので、絶対月にいくらっていう保証はなくて、あくまでも月によってこうたくさん入る月と、まあ、ちょっと控えめな月とかいろいろあって変動するので、絶対にいくらとは言えないんですけど、前会社で働いていた時よりも大体4、5、6、7倍ぐらいですかね。でも本当に差があるのではっきりとは言えないですね、絶対これっていう感じです。休みの日はどんなことをして過ごしていますか？休みの日はだいたいサロンがさっき言った週5ぐらいで入っているので、だいたい動画撮って編集してます。月に2日から3日ぐらいは、まあ、友達と遊んだりとかちょっとご飯食べに行ったりとかしてます。コロナで困ったこと、自分がフリーランスになってからまさかこんなことが起こるとは思ってもなかったのでびっくりしましたよね。で、だいたい4月いっぱいとゴールデンウィーク明けまで美容室自体はお休みしていたので、約1ヶ月半ぐらいですかね、休業していました。今まで美容師メインでやっていたので仕事ができない焦り不安はすごくあったんですけど、なんですけどそれがきっかけで YouTube を始めたんですよ。もう干からびそうになってやることがないと。前からチャンネルは登録して何本か動画は出していたんですけど、全然更新できていなかったので、まあ、この機会にしっかりちゃんと始めようと思って、まあ、カメラ買って、まあ、機材とか全部買い揃えて YouTube を始めました。そう、 YouTube を始めたきっかけが知りたいですっていう質問もたくさんあったので、まあ、こんな感じです。貯金はしていますか？貯金はしています。まあ、本当フリーランスっていつどうなるかもわからないし、そのさっき言ったお給料とかの保証がないので頑張って貯金しています。税金などの対策はどのようにされているのですか？税理士さんなどがいるのですか？
はい、そうですね、税理士さんにお願いしてます。なんで私は月の売り上げとかかかったお金とか経費ですねを全部税理士さんにまとめて提出してっていう感じです。他の美容院で働くこともあるんですか？私は他の美容室で働くことはないですね。今お店を借りて出張美容師みたいな感じでもないので、基本は今働いているお店で働いているっていう感じです。だいたいこんな感じですかね。まあパパパパッと答えてみたんですけど、いかがだったでしょうか？私的には本当にフリーランスになってよかったなって思ってます。何歳までフリーランスでやるとかあんまり決まっていないんですけど、もう今やれることを一生懸命やるっていう感じです。どんなにね計画してもこの先何があるかはわからないので、ある程度は計画しているけど、もう絶対この年にこれやってこれやってっていうのは自分の中では多分できないかなと思うので、もう今がこう今こう全力であれば絶対になんとかなると思っているので、先のこともちゃんとしっかりは考えています。まあざっとこんな感じでした。フリーランスだけじゃなくていろんな質問もね随時お待ちしております。ということで最後までご視聴ありがとうございました。Thank you.